こんにちは、ヨーキーです。今回は野原工芸ですね。今年の5月頃に注文できたものです。届いたのが11月ですね。何を購入したのか忘れた頃に届きますよね。今回購入したのは木のボールペンロータリーです。箱の中身はこんな感じ。ボールペン1本、ボールペンと同じ木のウッドキューブ、メンテナンスオイル、クッション材の下に説明書兼保証書、メンテナンスについても書かれていますね。サペリ木ですね。この親指で隠しているところには注文番号が記載されています。では本題に入りましょう。これがロータリータイプのボールペンです。なんとなくですけど、年寄り感のあるデザインだと感じたので、しばらく購入は控えていました。最初は使いやすさも踏まえて、こういうスリムタイプのボールペンとかスタンダードタイプのボールペン、あとはシャーペンとかを買っていましたね。今は一世帯一本になっていますけど、そうじゃない頃は何本かまとめて買っていましたね。家族にもあげようとか思ってたんですけど、結局母君にしか献上しませんでしたね。西新島までは全員県内に住んでいるので、すぐ渡せる距離感ではあるんですけどね。物理的な距離と心の距離というのは必ずしも比例しないんですよ。ではデザインを見ていきましょうか。口金はシルバーメッキ、これはクリップと同じ色になります。シルバーかゴールドの2択です。そのすぐ上が黒のマット塗装の金具、長年使うとツヤが出てきてしまうところです。この木軸との境目が若干段差がありますが、そこまで気にならないですね。クリップはシンプルです。シュッとしたデザインでかっこいい。スリムタイプのボールペンとシャーペンに関しては、今年からクリップのデザインが少し変わってますよね。硬さは少しだけ硬めかな。ポケットとかに刺すときは刺しにくさは感じませんでしたね。尻軸、転換はすごくシンプルですね。下手に装飾してしまうよりはこういうのがいいですよね。ちなみにこの黒の金具は硬いところに落としたりすると塗装が剥げます。僕は一度3、4メートルの高さからアスファルトに落としてしまったことがありまして、塗装が剥げたところは黒のマジックでちょんちょんとしたんですけどね。必要以上に明るくなければ目立ちませんよ、多分。ただ落としてもこのスタンダードのボールペン自体は壊れなかったんですよね。よく耐えてくれましたよ。一緒に落下してしまったステッドラーのアバンゲルドは言ってしまいましたが、尻軸を回転させてペン先を出しますが、感触は固めです。表面に滑り止め効果があるともうちょっと軽く感じたかもしれませんね。次は木軸部分ですね。サペリ木、限定品で特上木らしいのでなかなか綺麗ですよ。角度によって表情を変えるんですよ。うん、面白い。木の色味も少し暗めの色なので、金具と非常にマッチしていて良かったです。しかしこれは見ていて飽きませんね。これは間違いなく写真より動画で伝えるのが正解ですね。野原工芸の木はノック側に筋が入っています。ちょっと見えにくいですが、これです。これは制作時に前後の向きがわからなくならないようにするためつけているとのことです。なので不良品とかではなくほぼ仕様です。ペン先のガタつきはほとんどありませんね。ではリフィルを見てみましょう。これは外せそうですけど、ほぼ一体化していて無理ですね。下手にやって修復不可能になっても困りますし、やめておきましょう。リフィルは G2 規格ですね。ジェットストリームの 0.7 ミリが入っていました。無難というか王道ですね。ちなみにスリムタイプのボールペンはパイロットの BTRF というリフィルが使われています。アクロインキではなく油性インキなので、滑らかさ、色の濃さでは劣ります。
スタンダードタイプのボールペンでは BRFN が使われていてアクロインキになります。ではこの少し短めで太めのボールペン、スペックを測っていきましょうか。長さは 12.3 センチ、短めですね。ただ書く分には十分すぎる長さなので何も不便は感じません。太さは一番太いところで 12.6 ミリくらい、グリップするあたりの太さは 11.6 ミリ、重さは 34 グラム、手に持った時に感じる高級感と書きやすさを両立するちょうどいい重さでしょうかね。重いペンが大好きな変態の言うことなので参考程度にしてください。重心位置がペン先から 6.8 センチ。低重心なボールペンです。それでは書いていきましょうか。野原工芸、ボールペン、ロータリー、サペリ木。値段はすごくざっくり言うと1万円ちょいあればある程度の樹種のロータリーは購入できます。まずは握りやすさですね。流線形のボディで太めの軸なので非常に私好みでございますよ。フィット感がいいというか収まりがいいというか、とりあえずすごくしっくりくる形ですね。重心も低めでかなり好みです。書いていて安定感がありますね。ペン先が必要以上に走らないと言いますか。重心はボールペンの場合は7から8センチくらいが一般的かなと思いますので、まあ好みがそこそこ分かれそうな重心でしょうかね。比較的重めな筆記感ですが、ペン先の滑らかさは十分あります。これがねっとり系のインクだったら余計に重たく感じそうです。重量はスタンダードよりわずかに軽いんですけど、書いている時に感じる重みはロータリーの方が重いですね。比較するとこんな感じ。スタンダードの方が重心が高いのと、あとはアクロインキの滑らかすぎる書き味のせいかなと思います。重いけどヌラヌラ書けるスタンダード、より重厚な筆記感のロータリーといった具合でしょうか。ペン先は全くブレを感じませんね。向きによっては少しだけカチカチ音はなりますけどね。ロータリーなので筆記時の内部機構の音はゼロ。ペン先を筆記面に打ち付けて擦れる音だけが聞こえる、そのような感じです。ちょっとこれもスタンダードと比較してみましょうか。というわけで今回は野原工芸の木のボールペンロータリーを紹介しました。書きやすさや使い勝手の良さはやはりスタンダードがより好まれるのかなと思いましたが、書き味は個人的にはロータリーの方が好きでしたね。なぜもっと早く買わなかったんだろうかと少し後悔するほどです。なかなか性癖を刺激してくるボールペンでしたね。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。